家行くじゃんお正月でさ、実家テレビ1個しかないでしょ、うん、でさみんな「紅白歌合戦」とか見たいじゃん、うん、でもパパさボクシング見たいじゃんあそうそうなるほどね、うん、それもあってさ、あこれさ自分の部屋に置いてくれてもいいんだよ。じゃあママの部屋に置くよ普段画面の大きさによって作ってるメーカーが違うみたいだったんだ。でやっぱり安いから残像が残るとかなんか音が良くないとかそういうレビューがあったから、とりあえずまあ車で使う分にはそこまでの性能も求めてないからまあいっかと。あと視野角って言って見える角度も狭いらしいの。多分真正面からじゃないとちゃんと映って見えないらしいんだわ。でそれも説明書に書いてあったから、説明書というか使用書に書いてあったからまあその覚悟で買ったんだ。ちゃんとしてるじゃん。うん綺麗じゃん、うん、かわいいね、うん、こうでかくねこれさまあ普通のテレビだからね、普通のテレビと同じぐらいのこれでけえだろ。リビングに置いてあるやつと同じぐらいじゃん。そうだよね。こんなちっちゃいのに可愛らしくない。そうだよね。これめちゃめちゃ機能あるってこと？だって普通のテレビと同じぐらいのリモコンだよね。普通のテレビと同じ。リビングに置いてあるの。うん。ふうに使えるんじゃない？これ角度が変えられない。不便だな。こんな感じにはい、スイッチオン。あでスキャンがスキャンというか直接です。確かにスピーカーはなんかイヤホンの声をそのまま大きくしたみたいって。なるほどです。でも聞こえる聞こえる。では次は Chromecast を挿して HDMI の映りを確認しようと思います。音は良くないですね。別に残像もないけどな。いや全然気にならない。音は確かに良くないけど聞こえないは聞こえるし、車とかで見る分には、まして自分はパソコンのサブディスプレイとしても使おうと思ってるんで気にならないですよね。全然十分です。音を気にするんだったらスピーカー安いの買えば全然問題ないと思います。そして動作中はこの AC ですね。ここは 26W。 この省エネぶり優秀。次は視野角。だいたい今正面です。上まあ見えますよね。下。横。意外と見える。全然ないかなと思ったけど、意外と見えますね。しゃべる犬。総評としてはありです、これだけちっちゃいテレビだから内蔵されてるスピーカーもちっちゃいのは分かるので、ノートパソコンのスピーカーから出てくるのと、同じようなもんだと思えば別になんちゃないですね。でスピーカーが気にな いらないんだったら外部スピーカーくっつければいいんで。で残像がって言われレビューがあったんですけど、そんなには気にならないです。私としては本当十分ですね。作りがしょぼいとかそういうのもあったんですけど、そんな全く。ただまあ一番残念だというと、このテレビの角度が変えられないこと。自分はサブディスプレイ、パソコンのサブディスプレイとしても使いたかったので、その角度の調整ができないのがちょっと残念かなーっていうのはあります。でも本当そんなぐらいで、りんくん本当でもそれぐらいです。まあもうとにかく軽い。そして消費電力が今こうやって使ってても 26W とかですね。これは本当にすごいと思います。買ってよかったです。姫殺さん、教えてくれてありがとうございました。この後もごゆっくりとお買い物をお楽しみくださいませ。さあどうだ、サブディスプレイ。あ、これ同じだ。切り替えます。とりあえず、デュアルディスプレイはできました。が、画質に関しては、これがパソコン。こっちが、テレビ。粗い。粗いな。ちょっと、まあ仕事で使うのは、資料を調べるとか、そんなぐらいかな。メインの作業はやっぱこっちですね。まあ、しゃあないでしょ。あ。全然綺麗だね。